戦で俺たちの力を浅井勢に示す。目指すは小谷城本丸にいる長政だ。進め。来たな織田信長。みんな落ちなよ。じきに朝倉の援軍が来てくれるはずだ。この程度か。うむ、怪しい動きをしてる人たちがいるな。早めに倒しておくのが上策かも。あの砦が手薄みたい。あそこを奪っちゃえば本丸を攻める足がかりにできそうだ。さすが半兵衛、よう見抜いたな。次はあの砦を狙うぞ。開門。織田勢が攻めてきたぞ。砦を守れ。もう敵が現れたか。近づけるな。迎え撃て。慌ててる。やっぱり何か企んでいるみたい。開門。味方の進路を邪魔されないように浅井勢の動きに注意しておこう。長政の協力なくして上洛はならん。この戦で力を見せつけ従わせるのだ。我がは斎藤を破った男か。どれほどのもんか楽しみだぞ。急げ。目障りだ。壊してくれる。この俺を止めようとて無駄よ。うん、怪しい動きは封じられたみたい。くそ、伏兵を仕込むつもりがどうやら看破されたようだな。間もなく出撃だ。準備を急げ。俺をうつけと侮ったか。悔しいな。ここまでか。これは見事なお手並み。この程度か。この俺を止めようとて無駄よ。突出するか。ならば撃つ。この程度か。この俺を止めようとて無駄よ。この程度か。目障りだ。壊してくれ。敵将撃ち取ったぞ。力及ばすか。目障りだ。この俺を止めようとて無駄よ。壊してくれ。やった。これで次の策を打てるよ。東砦に味方の援軍を呼び込むとしよう。南側から攻めるのみでは本丸を破るのは難しかろうな。よし、俺は本隊を率いて西側へ回る。残る者たちはこのまま南側より攻め続けよ。承知。オイラたちにお任せくだされ。敗北条件変更。
田勢はこの砦にて食い止める。開門。ただいま着陣いたした。我らも加勢しようぞ。この程度か。うん、我が策なれりだ。うまく援軍を呼び込めたみたい。出撃前に織田勢に見つかるとは。織田勢が近づいてきたか。蹴散らしてやるわ。やるぞ開門。ほう、威勢のいい将が出てきたな。だが俺の邪魔はさせん。兵糧は戦の要、わしが守らねば。お見事にござった。敵の出撃は防げたようだ。よっしゃ、この勢いで攻め進むぞ。知らずね。壊してくれ。開門。邪魔者は失せた。進軍を続けよう。京極丸で敵を食い止めれば義景様も安心のはず。よし、やるぞ。織田勢を通してはならぬぞ。敵は南側から攻められるのを嫌がって増援を送り込むはず。手触りだ。準備しておかないとね。壊してくれ。その程度か。天下無双よ。じきに義景様が来てくれるはず。それまで敵を本丸に近づけたくねえな。よし、南側の織田勢を押し返せ。この程度か。敵の増援がこっちに向かってるみてえだな。さて、どうしてやろうか。この程度か。南側の敵を押し返すぞ。かかれ。今だ。鉄砲隊お願い。抜かりねえな、半兵衛。オイラが見込んだ通りだ。南側の敵勢もなかなか手強そうだな。
この俺を止めようとて無駄よ。壊してくれ。開門。レッキオ。ふむ、これで進めるな。先を急ぐぞ。兄様、私も戦うよ。浅井の大将を倒せばいいんだよね。来たな。ここは通さないぞ。厄介そうなのがいるな。長政と戦う前にあいつを倒しておかねばなるまい。とて無駄よ。そこのお前、やられろ。乗せるか。ここで果てるわけには。壊してくれ。俺をうつけとは侮ったか。お強い兄様、私も続きます。これで本丸まであと少し。鹿之助が敗走したのか。ならば俺が食い止めれば。お待ちくだされ殿。基地に飛び込むような真似はお控えあれ。お前は信長殿。久しいな、息災だ。人の言葉を皆まで聞かず、いまだうつけか。そういうお前こそ、相変わらずの石頭だな。お前はよ、俺が斬る。久々の対決だ。俺を楽しませろ、光秀。望むところ必ずや勝利を収めてみせる。壊してくれ。利光、相変わらず愛想のない顔だ。それがしに愛想など無用よ。参る。俺をうつけとは侮ったか。もはやここまで。信長様の前に敵はいねえな。楽しめたぞ、光秀。ことが済んだらゆるりと語らいたいものだ。皆振るっているようですね。私も今できることをなさねば。ようやく吉影様が来てくれたか。よし、ここからが勝負だ。勝利条件変更。吉影様、俺は信長と直に戦ってみたい。手を貸してもらえますか。では長政殿は信長の元へどうぞ。南側の敵は私たちが抑えておきましょう。開門。長政が自ら出てきたか。好都合。相手になってやる。朝倉のお殿様のお出ましみたいだね。つまりさ、ってわけだ。
よっしゃやったるぞ織田信長、あんたがどれほどの男か見せてもらおうじゃねえか。お前が浅井長政か。よかろう、信長の器を測ってみよう。時が惜しい、すぐに決着をつけてやろう。これをうつけとは侮ったか。聞かせていただこう。もちろん兄様、私も続きます。聞かせていただこう。この俺を止めようとて無駄よ。さすがだな信長。壊してだが勝負はこれからだ。あんたも全力で来い。俺をうつけとは侮ったか。叶う相手ではなかったか。信長様の前に敵はいねえな。打ち取ったぞ。弱い奴は何も残せねえ。お強い兄様、私も続きます。こそが天下無双よ。あなたが織田信長ですね。いささかやり方が強引ではありませんか。仕方なかろう。強引に押し入らねば話が進まぬのでな。俺たちの力十分に示すことができた。これで上洛への道が開けよう。負けは認めるが、一つ乱世の断りを壊し天下一新か。いい響きだな。